見つからない。もうなんでないの。よう、なんか探し物か。財布でも落としたか。え、あ、いや、そういうわけじゃないんだけど。ん？あの花探してるの。プルメリアっていう花。プルメリア？なんか聞いたことあるような気もするけど、どんな花だったかな。こういう花で、私は中でも青色のものを探していて。あ、これがプルメリアか。なんか見たことあるかも。ハーバーストリートの方とかに咲いてる木があったような。あ、本当？まあ、多分。ただ色が青だったかまではちょっと思い出せねえけど。その初対面のあなたに頼むのも変な話なんですが、もしよかったらプルメリアの花を探すの手伝ってもらえないかしら。本当に時間がなくて。なんか訳ありみたいだな。すぐに必要なのか、そのプルメリアって花。うん、レイっていう首からかける花飾りを作れるだけのプルメリアを急いで集めたいの。あいつにまた笑ってほしいから。へえ。任せとけ。はい。ああ、
完全に攻撃ねえ。さっさと始めようぜ。調子出てきたぞ。ガンガン行くぜ。俺の番だな。よし、勝利。
오! 오! 에? 好。
わかった。ほう。ありがとう。わかった。いえ。
え？僕の好きな人がジェシー先生？なんでそうなってんだよ。だってジェシーさんのことよく知らなかったし、まさか妻子持ちでダンディーなおじさまだなんて思ってなかったから、私てっきり年上のお姉さんを好きになったんだと思って。だからその、まあ確かに年上で素敵な人くらいしか言ってこなかったかもね。実際ここを離れるって聞いて結構へこんじゃってたし、今回はちょっと空回っちまったが、アイナちゃんの思いやりは認めてやってくれよ。ユーリには幸せになってほしいからって必死にプルメリアのレイを作ったんだ。俺はちょっと手伝っただけだけど、アイナちゃんすげえ頑張ったんだぜ。必死に青いプルメリア探し回ってさ。はい、そうだと思います。目に浮かぶようですよ。アイナは優しくて誰かのために必死に頑張れるやつですから。何よ急に。あの、春日さんでしたよね。ありがとうございます。あとすみません、なんだか巻き込んでしまって。いや、俺のことは気にすんな。ちゃんと見送りもできたわけだし、結果オーライだろ。もういいや、私昔からこんなのばっかり。アイナのおっちょこちょいは今に始まったことじゃないからね。でも昔からおせっかいでいつも僕に笑顔をくれるのはアイナだったよね。今日だってそう。アイナを見てると悩みとか悲しいって気持ちを忘れちゃうし。それバカにしてない？してない、してない。ちょっとしかしてないよ。してるじゃない。ごめんごめん。ところでさ、そのプルメリアの霊は僕のために作ってくれたんだよね。そうだけど別にもういらないでしょ。全部私の勘違いだったわけだし。ううん、もらうよ。この霊を送りたい人がいるんだ。ん？え？アイナ、いつも僕に笑顔と幸せをくれてありがとう。いつか必ず伝えたいって思ってたんだ。これからもずっと僕のそばにいてほしい。だからフッ、恋が成就するプルメリアの霊か。効果抜群じゃねえか。自分のことよりも相手のことを思いやれるアイナとユーリ、二人一緒に幸せになりな。